どうしたの？まだ5時よ。おめえ起こしたのね。今日から群馬の現場なんだよ。あなたが工事現場行くの？現場監督はゼネコンの下請けの仕事なんだよ。ジャンパー着てメットかぶって。課長になると大変ね。現場の仕事が多くなっちゃうかな。そしたらお弁当用意するわね。ありがとう。サンドイッチでいい？うん、ありがとう。心配が来ちゃって足場もろいとこ踏み抜いちゃってさ、捻挫しちゃって。あのどこか座らせてあげてください。あ、そうそう、中どうぞ。はい、すいません部長。どうぞこちらです。はい、すいません。ゆっくりな。こちらのソファ。はい、水田君大丈夫か。はい、ゆっくりな。よいしょよいしょ。すいません。よいしょ。こちらうちの朝日です。あ、村上部長。いつも俊幸さんがお世話になっております。あ、こちらこそ水野君にはいつも助けていただいてます。今日は大切なご主人に怪我をさせてしまい申し訳ありません。部長さんやめてください。ただの捻挫ですから。足場に不備があったんです。人体も痛めているみたいで。いや、大変じゃない。大丈夫だよ、骨折してるわけじゃないんだから。それより部長にコーヒーを出しして。あ、失礼しました。私すごい慌てていて。いやいやいや、奥さん、あのどうぞお構いなく。あ、でもすぐ出ますから。あ、いや、この度はお忙しい中本当に申し訳ございませんでした。何年になるんだい？え、奥さんとだよ。ああ、もう4年になりますかね。子供は作らないのか？あ、作らないというか、うちそういったものは淡泊でして。へえ。本当にお世話になりました。歩き回らないでじっとしているように奥さんはちゃんと見張っていてください。でも会社は？完治するまでは休んでいてください。
労災扱いですから心配しないで。すみません。私がついていますから。何でも相談してください。じゃあまた様子を見に行きますね。はい、お世話になりました。あなた、どう？まずいよな。どうしたの？いや、俺が足なんか怪我しちゃったからさ、親会社の調査が入るんだよ、うん、足場も組み直しになるだろうし、これじゃ工期が遅くなっちゃうよ、うん、あなた、今はお薬を飲んで寝るのがお仕事よ。ね。うん。はい。ありがとう。おやすみ。ゆっくり休んでね。うん。おやすみなさい。おやすみ。はい。ごめんください。村上です。部長さん、おはようございます。昨日はどうも。水野くん、どうですか？あ、今寝てます。昨日は後期のことであまり眠れなかったみたいで。そのことで、奥さん、ちょっといいですか？はい。そうしましたら、こちらへどうぞ。すみません、うちの人調査が入るってすごい気にしていたもので。大丈夫ですよ奥さん、親会社には報告をあげずに部内で処理しますよ。本当ですか？水野君を課長に取り立てたのは。おかえり。え、包帯取っていいの？あ、先生に見せたらさ、もう人体には何も問題ないから、チップして会社にも行っていいって。そう、よかったわね、手術にならなくて。いや、ちょっと心配するかなと思って言わなかったんだけどさ、うん、村上部長って結構厳しいんだよね。そうなの？前に現場監督の見せてさ、調査入っちゃって、そんでこの損害どうすんだって村上部長すごい怒って、その人減報になっちゃってさ、うん、俺も今回減報かなって思って覚悟したんだけど、なんか何にも言われなかったな。俺好かれてんのかな。
今月からさ、大きい現場全部俺につけられてんだよね。そうなの、すごいわね。災い転じて福となすってこういうこと言うんだろうな、きっと。え？いや、だってさ、怪我でもしなかったら部長と話す機会なんてなかったんだよ。あの日以来なぜか部長に気に入られちゃってさ、ありがたいよ、ほんと。そう、よかったわね。これから出張多くなるかもしんないけど、よろしくな。ええ、あなた